金沢外環状道路海川幹線の小小畑町から福島町までの2車線が開通するのに合わせ記念式典が開かれました。金沢外環状道路海川幹線は2006年に全線で共用された山川幹線と一体となって加賀、金沢、能登をつなぐ交通ネットワークとして整備が進められてきました。海川幹線はこれまで白山市乾町から金沢市小小畑町までの区間の工事が終わり4車線で共用されてきましたが、さらに小小畑町から福久町までの 3.2 キロの区間で山側の2車線の整備が完了し、今日開通式が行われました。山側幹線と海側幹線が国道8号を介して接続し、金沢外環状道路が名実ともに環状道路となることにより、金沢都市圏全体の交通の円滑化が図られるものと考えております。福久町までの開通により北陸道や能登里山街道とのアクセスが向上し、金沢港や小松空港なども含めて人や物の交流が盛んになることが期待されています。